こんにちは。ここは大阪を代表する繁華街、難波。難波には南海のほか、御堂筋線、千日前線、宇都橋線、近鉄、阪神、JR と6つも難波駅があります。狭い空間に6つの難波駅がひしめき合う少々ややこしいエリアです。今回は上司と難波の駅で待ち合わせなのですが、どの難波駅なのか聞いていませんでした。どの難波駅に行けばいいか上司に電話をしてみます。もしもし、上司、難波に着きましたよ。どの難波駅に行けばいいですか？ゼニアール、難波は南海、気をつけなさい、ガチャン。ゼニアール、なんということでしょう。上品な上司がゼニアールなんて下品な質問。上司もたまには下品な言葉を使うんですね。大丈夫、多少のお金なら持ち合わせています。今日は少々遠方へ行くようですね。上司の指示通り、南海の難波駅にやってきました。時刻は13時45分、南海の改札に入ります。9面8線の巨大なホーム、行き止まり式東端式ホームとしては阪急大阪梅田駅に次ぐ国内2位の規模を誇ります。圧倒されるスケールです。ところで上司の姿が見当たりません。上司に電話をしてみます。もしもし、上司、難波駅の改札に入りましたよ。上司はどこですか？もしかして改札の外ですか？改札を出ちゃダメよ。私は JR 難波駅のホームよ。ホームの一番前にいるからすぐ来なさい、ガチャン。なんということでしょう。上司は南海難波駅から JR 難波駅まで改札を出ずに来いとの指示。南海難波駅と JR 難波駅は改札内でつながってはいません。JR と南海が改札内でつながっている駅といえば、臨空タウン駅があります。仕方ありません。南海難波駅から JR 難波駅まで臨空タウンを経由して行くことにします。南海難波から JR 難波まで随分な遠回り、交通費も高額。上司がお金があるかと聞いたのはこのためだったんですね。上司の意図が分かりませんが、臨空タウン経由で南海難波駅から JR 難波駅まで向かいましょう。上司を待たせるわけにはいきません。臨空タウンまでは特急ラピートを使いましょう。1994年関空開業に伴いデビューした特急ラピート、個性的な先頭車の形から鉄仮面と呼ばれたりもします。ラピートとは速いという意味のドイツ語。何よりこの独特な形状は外国人にも人気が高く、観光客がここで記念写真を撮る光景がよく見られます。南海の看板列車です。 JR の特急はるかと比べて安いこともあり、ラピートがはるかにお得という広告も話題に。自販機コーナーのある3号車を含め、1号車から4号車は普通指定席、レギュラーシート。座席は一般的な4列。特急料金は大人520円。5号車、6号車は特別席、スーパーシート。
レギュラーシート520円に比べ、スーパーシートは210円高い730円。わずか210円の追加でこの豪華さ。しかもネットで購入するチケットレスサービスを利用すると、レギュラーシート料金で利用できます。つまり追加料金なしでこの豪華さ。14時5分、南海難波駅を出発、一路リンクタウン駅を目指します。皆様お待たせいたしました。特急ラフィートベータ関西空港行きです。特急ラピートは、ラピートアルファとラピートベータの2種類があります。ラピートアルファは速達タイプで、上りは20時以降、下りは平日朝に運行されます。この時間を含め、日中はラピートベータのみが毎日1本運行されます。新今宮駅に到着しました。この駅でも JR に乗り換え可能なのですが、乗り換えには改札を一度出なければなりません。上司は改札を出ないで JR 難波のホームに来いとの指示。残念ながら今回はこの駅で乗り換えはできません。天ヶ茶屋駅に到着。この駅は大阪メトロ堺筋線との乗り換え駅。堺筋線と相互乗り入れしている阪急への乗り換え口としても機能している駅となります。ここまでは南海本線を各駅に停車してきました。ここから特急の醍醐味です。この後臨空タウンまでは堺、岸和田、泉佐野の3駅のみ。もしラピートアルファなら堺、岸和田すら止まりません。快適なスーパーシート、足をぴょんぴょんさせても当たりません。リクライニングを倒せばこんな感じ。荷物入れはまるで飛行機のようです。チケットレスサービスでスーパーシートへ無料アップグレード。お得で快適です。ただし無料の会員登録をしなければアップグレードサービスは受けられません。ご注意ください。年会費が一切かからない会員登録だけで、レギュラーシート料金でスーパーシートに乗車可能。スーパーシートではかつてソフトドリンクサービスもありましたが、現在は残念ながら廃止されています。堺、岸和田、泉佐野、ここからラビートは南海本線から南海空港線に入ります。臨空タウン、臨空タウンです。 JR 線はお乗り換えください。臨空タウンの次は終点関西空港です。出口は出口車は後ろ、14時36分、難波駅を発車してわずか31分で臨空タウン駅に到着しました。この駅は南海と JR の共同使用駅。 JR 特急はるか以外のすべての列車が停車します。南海と JR が同じホームの向かい側に仲良く止まります。1番、4番乗り場が南海、2番、3番が JR の乗り場です。アナウンスは南海の方式に統一されており、南海式のアナウンスで JR がやってくる面白い駅です。南海式の駅名標の裏側は JR 式の駅名標という面白い駅。ひらがなとカタカナのみで構成された駅名は、南海では臨空タウン駅が唯一となります。
時刻表も裏と表で南海と JR。 ちなみにこの駅から関西空港駅までは JR と南海のどちらの切符でも JR 南海のどちらにも乗車できます。詳しくは動画説明欄より別動画をご覧ください。それでは上司の待つ JR 難波駅に向かうため、この駅で JR に乗り換えます。南海と JR は違う会社ですので、普通ならここで一旦改札を出る必要があります。しかし今回上司は改札を出てはいけないと言っていました。この駅は南海と JR の共同使用駅、改札内で南海と JR がつながっています。南海と JR の乗り換え駅で改札を出ずに乗り換えが可能な共同使用駅は現在のところこの駅が唯一です。実は改札内に設けられた IC カードの機械にリコカをタッチすることで改札を出ずに乗り換えが可能なのです。この1回のタッチで入出場がリコカに記録されます。これで改札を出ずに南海から JR に乗り換えが可能というわけです。それでは JR に乗り換えましょう。14時54分 JR の関空快速大阪方面行きがやってきました。特急はるかはこの駅には止まりませんので、この関空快速で一路大阪市内へ戻ります。14時54分臨空タウン駅を出発。最初の上司との電話からすでに1時間以上が経過中。待っててくださいね上司、今行きますからね。 JR 関西空港線でまずは阪和線の姫野駅へ。4両の関空快速は次の姫野駅で阪和線和歌山方面からの終日快速と連結し8両編成となります。この姫野駅でこの関空快速の後ろに終日快速がつながります。この駅から8両編成、4分間の連結作業を終え関空終日快速となりました。阪和線を大阪市内に向かって進みます。熊取、東岸和田、泉府中、ここでパンダに追い抜かれました。大鳥、三国ヶ丘、堺市、天王寺、関空紀州寺快速はここから環状線に進入。15時43分新今宮駅に到着。100分前にラキートで通ったあの新今宮駅です。臨空タウンを出発して49分、ここから大和路線に乗り換えます。15時49分 JR 大和路線が到着。あと2駅先が JR 難波駅です。環状線と並走します。15時47分今宮駅、いよいよ次の駅が JR 難波駅。臨空タウンを出発して54分、上司の電話から2時間5分、ついに JR 難波に到着です。上司の指示通り南海難波駅から JR 難波駅まで改札を出ずにやってきました。ここ JR 難波駅は現在は終点ですが、2031年の開業に向け
なにわ筋線の工事中。将来はここからさらに線路が伸び、大阪駅地下ホーム、さらには新大阪へもつながります。ところで上司はどこにいるのでしょうか。 JR 難波駅のホームの一番前と言っていました。ここが JR 難波のホームの一番前でも、上司の姿が見当たりません。せっかちな上司のことです。きっと待ちきれず一人で仕事をこなしているのでしょう。苦労してここまでやってきましたが、仕方ありません。私は帰ることとしましょう。将来なにわ筋線が完成すると、おそらく大阪駅地下ホームもリンクタウンと同じように JR と南海が改札内でつながることになるでしょう。そうなれば南海難波駅から JR 難波駅まで改札を出ずに移動するとき、大阪駅も利用できることでしょう。今回は南海難波駅から JR 難波駅まで改札を出ずにリンクタウンを経由して移動する動画でした。南海難波駅と JR 難波駅を移動する時の一つの方法としてご参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。遅い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